イネス・ドラ・フレ・サンジュ。イネス・ドラ・フレ・サンジュは、フランスのファッションモデル、ファッションデザイナー。現在モデルとしての活動は、多くないが、サロン経営や、ジャンポール・ゴルチェをはじめとする、ブランドコンサルタントへと活躍の場を広げている。フランス・バール・ケン・ガッサンで、フランスの名門貴族の父・フレ・サンジュ伯爵と、アルゼンチン系フランス人で、ファッションモデルを知っていた母の間に生まれる。 父方の祖母はユダヤ系アメリカ人でアメリカの投資銀行ラザードの創業者一族の出身である。1983年からシャネルでカール・ラガーフェルドのミューズとして8年近く活躍した。契約期間中、ドーメゾンのありとあらゆる広告、PR 活動、そして年2回ずつパリで行われるオートクチュール・プレタポルテコレクションの中心に立つ。 フランス本国にアメリカ、そして特に日本で彼女をイメージにした PR は大成功をし、元祖スーパーモデルはイネスとも言われる。1989年にフランスの象徴であるマリアンヌのモデルに選ばれる。専属契約を結んでいたカールはイネスにマリアンヌのモデルを断るように頼んだが拒否されたため、シャネル社は裁判を起こし専属契約を解除している。 1990年に自身の名を冠したファッションブランドイネス・ドラ・フレ・サンジュを立ち上げパリパックのモンテーニュー大通りにブティックをオープンしたトップメゾンで長く見てきた最高の仕事をリーズナブルに楽しめることをコンセプトとしアパレルから雑貨インテリアまで販売アメリカや日本にも進出し成功を博すパリコレクションにも参加同じく1990年 イタリアの鉄道会社の役員であるルイージ・ドゥルソとタラスコンで結婚。二人の女の子を授かっている。1999年に同ブランドの経営陣に無断でフランス中の薬局で販売するピルケースにブランド名を使用し、解雇となるも不当解雇を訴える裁判では勝訴する。その後、彼女の手から離れたブランドは急速に人気を落とし、 新しい経営人が彼女にカムバックを申し出るが、断られる。現在はフランスのみで細々と展開するアパレル部門と香水のみ。2006年にルイージが心筋梗塞で死別したため、メセノットシェアーレカードヤックという心臓病の治療を目的とした団体での活動も行っている。2014年、ユニクロイネスドラフレ30を開始、共同作業者は、 デザインディレクターの滝沢直樹、ありがとうございます。